こんにちは第二種電気主任技術者の平です今回は電験二種一次試験より平成25年度から問3の変圧器のある合流回路の計算問題を解説していきます。なお今回の問題は変圧器の極性を取り扱うためわからない方は説明欄の動画をご参考ください。まず問題文を読み上げます。 次の文章は変圧器のある交流回路に関する記述である。文中の四角に当てはまるものを回答群の中から選びなさい。電圧が e ドットイコール e、カッコ1プラス j0 イコール e で、各周波数オメガカッコ、オメガダイナリゼロが可変の交流電源に図のように変圧器、静電容量 c のコンデンサー、抵抗値が r の 抵抗が接続されている変圧器の1次側と2次側の自己インダクタンス及び相互インダクタンスはそれぞれ L1L2M ただし L1 ノットイコール M で極性は図のように定義する。図中の電流 i1 i2 を用いて電圧 v1 v2 を表すと それぞれ、V1 イコール1、V2 イコール2である。ここで、I2 イコール0になるよう、各周波数オメガを調整した場合、その各周波数は3で、その時の I1 は4であり、I1 が電源電圧に対して遅れ位相となる条件は5である。 問題ののの答群はこのようにになっていまますす最初問問題題設定を確認します問題文の下線より電圧が e. イコール e でガスオ数ガが可変の交流電源に図のように変圧器コンデンサー抵抗を接続した回路についての問題で交流電源の情報が図に反映されていないため 図に反映します。では括弧1括弧2を解いていきます。問題文の青の下線より変圧器の1次側と2次側の自己インダクタンス及び相互インダクタンスをそれぞれ L1L2M で図のような極性の時 V1 ドット及び V2 ドットを求める問題です。図の変圧器の極性はコイルの 記号の同じ側であるため、原曲性となります。また、ドットの記号に電流が流れ込んでいるため、変圧器単独の回路はこのようになります。よって、V1 ドット、V2 ドットは、V1 ドットイコール、j オメガ l 1 i 1ドットプラス、j オメガ m i 2ドット、V2 ドットイコール、 J オメガ Mi1. プラス J オメガ L2i2. となりますこれが括弧1括弧2の答えですこの電圧と電流の関係式については説明欄の動画をご参考ください次に括弧3を解いていきます問題文の下線より i2. イコール0の時の各周波数オメガを答える問題です 問題の条件より i2 イコール0のため v1 ドイコール jωl1i1 v2 ドイコール jωmi1 となりますまた回路図は i2 が0となるためコンデンサーに流れる電流は i1 となりますここで各周波数 ω を求めるため 青の平回路の回路方程式を立てると v2 プラス jωc 分の 1×i1 イコール0となり v2 の式を代入するとこのようになります。この方程式を ω が正であることに注意して ω について解くと ω イコールルート mc 分の1となります。これが、 3の答えです最後にカッコ4カッコ5を解いていきます。問題文の青の下線より i2 ドットイコール0の時の i1 ドットの式と i1 ドットが電源電圧に対して遅れ位相になる条件を答える問題です。まず電源電圧 E と電流 i1 ドットの関係式を求めるため図の緑の 平回路の回路方程式を立てると e イコール v1 ドットプラス jωc 分の1かける i1 ドットとなり v1 ドットの式を代入するとこのようになりますさらにオメガの式を代入するとこのようになり i1 ドットについて解くと i1 ドットイコール j かける m マイナス L1 分のルート MC×E となります。これが括弧コ用の答えです。次に I1 ドットが電源電圧に対して遅れ位相になる条件をベクトル図を用いて説明します。電源電圧 E は基準ベクトルであり I1 ドットが遅れ位相の場合 E に対して90度遅れたベクトルとなります。この時 m-l1 分の √mc 小なり0が条件となり分子は常に正であることから分母が負の値を取ります。よって m 小なり L1 となります。これが過去5の答えです。よって今回の問題の答えはこのようになります。以上が今回の問題の説明です。 今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。